大綱尾「行動吉日」を選んで大神宮に式を挙げるのが旧常式なら斜陽階級の元家族が戦後派なと縁組するのは新常識といえるであろう。 ピアスホテルの大広間では近頃ない盛大な結婚披露の最中であった招かれた名士たちは代わる代わる立って祝辞を呈するいずれも当たり障りのない月並みなところでごまかしていたのがその中で一人いささか酔いを発した老人士は基地あるテーブルスピーチを試みて日頃のうさを晴らそうとした我々老人にとりましては。 誠に考え無料とでも申しましょうか思いは遠い昔のこと藤原家の祖先鎌足公は蹴鞠の会に中の応援の王子の靴を捧げましたのが起源となって家を起こしたのでありますが時代清水1300年今日のこの良き日に藤原幸子城がこともあろうに製菓会社の新社長 平川民夫夫人になられようとはその因縁浅からず歌た,た今弱の勘に絶えないのでありますこれが皮肉とは聞こえず拍手で迎えられたほど食器の音もにぎやかな宴であったされば鶴亀松竹梅のどのテーブルでも遠慮のないささやきが交わされているし 自信たっぷりな新郎もしきりと神父に話しかけながら辺りを見回すこれに刺激された独身青年席ではもっぱな遺物論が盛んであった拝んどけよラッキーボーイを親父が闇をくぐって悪クセ稼いでいる間は白い手の下流度で学校を出ると途端に親父は心臓麻痺でコロリと参りあっぱれ新社長とは悪くないな。 まったくさその辺りにありふれたメギツネどもの肉には飽き飽きした分金の鉄砲で仕留めた老ウタたところをいただくなんて何やつそれほどの食通でもないらしいぜ存外だらしのないイカモノ食いの変態だってさ食器がきれいなら料理もうまいと思ってるんだろう お姫様おこし入れの道具類が藤原家伝来の名宝ばかりだって大喜びなのさこのお支度金だけに1,000万円を奉納とはものすごいやお公家さんにうまくそろばんをはじかれたんだね骨董屋へ払い下げたんでは100万にもならない縄文入りをつかまされたんだから差し引きあの女体の値900万とはちょっと手が出ません 金箔ハか、<laughs> そこに目がくらんで足掛け2年の大サービスさそれもどうやら北条にコーチを頼んでゴールインしたらしい敗戦将軍の息子が参謀じゃ心細かったろうだが北条の野郎あいつ確かに頭はいいや学校のノートの方を引き受ける条件で平川の庭小屋へ入り込んでいるうち今じゃ新社長の秘書に収まってさ やがては工場長を狙う気だろう夏は軽井沢冬はスキーとついて回ってそれが就職戦術なんだからね戦犯遺族にしては器用な男だでもね平川に飼われているのはやっぱり親父のお家柄って骨董さともかく将軍の息子を草り取りにしていれば藤原家へ対しても推しがきこうって腹なんだ まあこの取引はごぶごぶだね。この噂の主北条秀夫は一人遠いテーブルの隅に腰掛けて見つめたぶどう酒のグラスを指先に回しながら世の中の栄光を思っているのだろうか父は異国の鬼となり家財は繊細に失ったそして現在社長としていただいている平川は かつて彼の父の前に三つ指をついて平服した軍屈請負い業者の息子であるしかも同じ大学を卒業した成績は我はトップ彼はラストの差でありながら社交的地位はまさにその逆である思いを隠せばさらに現れる優秀の眼差しは是非もあるまい一方未婚婦人席では多少感情的な神理論が盛んであった 大神宮の式は古流だったんですってそれがホテルの披露宴には様相でしょう。ちょっとちゃんぽん的て気しないそれがね植え方のエチケットっていうものなの朝の着付けに3時間夜のお化粧にまた3時間それであんなお人形みたいになったのねまるで表情がないじゃないのご効果ですもの しもじもに笑顔なんか見せられないわ。でも、普段のご行場は平民的でいらっしゃるって。あら、何かそんな噂があるのほら、メインテーブルの5番目に学生服の青年がいるでしょ医科大学の週3よ。あの横顔、ちょっと素敵だと思うない花べさんの弟で、つ代さんっていうの。 ダンスパーティーの時3度続けてユキコ姫にプロポーズしたらお兄さんのご機嫌がとても見学だったんですってだったらこれから先どうなるのかしらだから花嫁人形は笑わないんだろうって話熊の上のことはわからないの意地悪この噂の人平川次男の額に垂れた髪の毛のおねりは ななんとなく情熱的に眺められた常より青白い顔色のせいかもしれない彼はカトリックの教会へ通い出したという心に悩みがあるからであろうかつて父の闇取引を還元して叱られた彼兄の宝珠を非難して疎んじられた彼まだ多感な少年の息を抜けきらない彼だった後で思い出せば、 こうした噂に乗りやすいいくつかの顔があったはずであるいかに華やかなベールに包んでもその中に昇進の影なき婚礼の宴はないのだから夜の10時に招かれた人々は土産の花束を抱いて帰っていくその後のホテルの控え室には明日新郎新婦を京都へ案内する油工事夫妻だけが残り 4人して新婚旅行の打ち合わせをしていたやがて幸子が夫人に助けられて身じまいする間平川民夫はなおも油工事し師を相手に工場のマスプロ化について得意の抱負を語っていたそうである11時半結婚書屋の扉は固く閉ざされて浴室の水温だけが漏れてくる12時その扉が突然開かれ 寝巻姿の肩にケープをまとったユキコの姿が廊下をあえぎあえぎ油こうじふのドアをノックして驚き迎える夫人の手の中に崩れたこれを眺めて油こう氏は眉を寄せる深層に育った歌人を偶する道を知らぬそやな平民を直感したのだったそこで彼は十面を作ったままガウンの襟を正して新婚の間を訪ねた時 そこのダブルベッドの上に平川民生は心臓麻痺で倒れていた 2. 次元爆弾のような毒薬この事件が新聞紙上に扱われだすと「処女妻の謎」というセンセーショナルな名で口論・おつばくのうるさい問題になったのであるが。 特に私の興味を引いたのはさらに別の理由があるのだったもともと私は首都であり書きかけの小説の筆が鈍るとそれを口実にして酒場へ出かけるその一軒にバーミネルバと呼ぶ居心地のいい家があって私は時折そこで話題の平川民夫を見かけたのだいわゆるインテリ仲間を常連とするミネルバとして彼は不似合いな客であったし それだけに私もよく覚えていたいつも一緒に来る秘書のこれは秀才らしい北条と見比べながら闇成金と敗戦将軍との息子同士が結んだ現代型主従関係を面白い種になるぞと観察したものであるその平川が謎の死を遂げたとなれば人一,一倍の注意を向けたのも当然であろうし知り得る限りは調べ上げても見た事件は最初 ホテルの医師の診断で花嫁を抱こうとした興奮過度による心臓麻痺、という簡単なところに落ち着きかかったのだがここに急を聞いて駆けつけた平川一族の婦人連が騒ぎ出し鑑識課の出張となって胃の内容物を検査した結果から毒薬エメトロビン酸による急性中毒死と決定したのである普通には名も知られていないこの毒物は 最新式革用焙煎剤として試験的に輸入されたばかりなので平川は自身に死を招いたこのエメトロミン酸を婦人靴のニューモードに応用しようと計画しながら書斎の机の上に置きっぱなしにしていたしかもこれが強烈な心臓毒だということまで人々に漏らしていたとは何たる不注意なことであったろうかこの事実は最も重大だった 各新聞社も当然毒殺の権利者を平川新編の数人に限定したのであるがさてこの先は社によって筆色が変わってくる民主新聞は「平素の貴族嫌いから犯人は雪子以外にありえない」と断定してかかるし「戦場新聞は弟の次男を疑って兄嫁に対する横連坊を物語にする秘書の北条も身元を現れ 油工事治の財産状態も調べられた製菓会社の脱税を苦にした社長の自殺説まで現れてくる始末でこうした諸説ふんふんたる中に私は昨夜鑑識課の理科学主任緒方三郎の来訪を受けて一夜を語り明かしたのである彼はまるで落人という格好で現れるなり疲れた体のあぐらを描いて 両手を頭の上に乗せたきり動かなくなった誰がどうしてこうなったか全てのクエスチョンマークに呪いやれやれやれと私は内心大いに喜んで天才探偵も時には反問するのかね最新薬のエメトロビン酸を胃袋の中から発見するほどの義士様でもさ 逃げ出せよ。札のオエラ型が俺を質問攻めにするのは不合理千番なんだから。エメトロビンさんがあった。これには絶対の責任を持っていい。だがね、それがなぜあったかなんて、こいつは俺の責任じゃない。捜査課の仕事だね。ところがあいにくこの事件では毒薬の使用法が問題の焦点になってるんだ。 それで捜査会議に引っ張り出されみんなしてジロジロ俺の顔を見やがるエンマも困れば上張りの鏡を持ち出したくなるのさつまり尾形技師の頭脳こそ上張りの鏡のごとくおいと彼は私を睨むように呼びかけたこの事件を自殺と見るのは無理かしらこれは私には一番意外だった え会社の脱税っていうのはそんなにひどいのかいやいや新聞に書かれたんで税務署の方が慌ててるぐらいのところだろうそりゃ自説柄脱税もあり財政不如意もあろうけどさなんだそんならとことん他殺だよなぜそう決められる尾形は大真面目で私を見つめた こう何もかも疑ってかかるのがくろうとなのかもしれないが私はバカバカしくなって常識だよ工場のマスプロまで計画している男が2年越しの恋の相手と華々しい結婚の夜甘美な果実に手も触れず自分で毒を飲むものか思ってみても愚の骨頂だだけどね 自殺の動機を常識で割り切るのは危険じゃないからそう言って尾形は山椒魚の皮をなめしたシガレットケースを取り出し私に一本進めてから自身も火をつけなおも考え深そうに淡い煙を吹いているダメだなあ君ともあろう者が用心しすぎて帰って勘をぶらしてやしないか無理に自殺にこじつけるより すべからく殺人一辺倒で進むべきだよ進んだ結果後戻りしたんだね自殺でないならユキコが犯人という推理になりかかっているんだこれには私も少し呆れたあまりにも単純ではないか事実入籍の手続きは式と同時に済まされているから財産の点では第一の嫌疑者だろうしかし 毒殺を企てる女が自分を一番怪しまれる位置に置くのも不思議だしいかに夫殺しを敢行するほどの鬼女だって一月とか二月とか同棲しているうちにチャンスを狙うのが普通である今度のように与えるものは何も与えず取るものだけ全部取るなんてやり方は精神描写でなければできはしない僕は反対だなそうだろう。 捜査課の連中だってユキコには心証をよくして即日帰宅させてるんだ初めから女を問題にしないね僕はこの事件の特徴は花嫁の処女が失われる寸前に花婿を倒したところにあるんでねそれも心臓麻痺と間違えやすい毒を使ったりしてこれはどうでもある男の計画的役位を感じるないい着眼点だ 僕らもその方針を取ってたんだがねでうまくいかないのかしらああ例えば弟の次男だ毒といえばすぐ医学生の彼を連想するし係官の質問にも率直に幸子さんを好きでしたと答えている財産相続の点でも有利だろう犯行の動機は十分にあるしかしだからといって 兄殺しだなんて結論に飛躍するわけにもいかんじゃないかつまり証拠がないんだね証拠なんかより第一毒を使う方法がなかったろうと思うんだふん方法がねえ君の知恵でもできないのかい私の言葉に尾形は苦笑したそしていつもの癖で 自分の手のひらを手鏡のように凝視しながらもう一度考えているらしかったがやがて力なく首を振った方法なしとは僕にわからんということさおやら方もやいやい言って僕を責めるんだよ毒の盛り方を発見しろっていやはやたまらんから逃げ出してしまったのさこれはまた彼とも思えない弱気である 彼ののの説明を要約すれば次のようになるのだった1エメトロビン酸は単純服用後15分で人を倒す威力がある2解剖の結果平川の胃の消化具合は9時以後に何の食べ物も取っていないことを示した3仮にカプセルか何かに入れて飲ましたとすれば多少の時間は延ばせるが これのののできるもはは油麹の他にはない。ただし彼は結婚式前日に京都から来たばかりで毒薬のあることさえ知らなかった次男の他の平川関係の人たちとも初対面で共犯も考えられず極めて気の小さい人物である、4. 次男は兄から嫌われているのを承知なので式場でも宴会場でも兄に近づかなかった 5. 秘書の北条も受付に忙しく翌日の新婚旅行の準備のため早めに帰宅した、6. 平川は就寝前に薬品類を用いる習慣はなかったこう念を入れて調べ上げた事実から推論を迫られてみると私までが仕方なく自殺説に追い込まれていくのだったなるほどね。 新夫婦が寝室に入ってから30分も経ってるんじゃユキコが勧めて飲ましたか平川自身が飲んだかと理屈はそうなるんだろうがやっぱり僕には納得いかん気がするないやいやながら承知させられるこの気持ちは僕だってご同様なんだともかく第三者が柵を施す余地がないんでは何とも致し方なしさ まして君のご注文どおりに処女妻を成立させようとすれば毒の効果がもう10分遅れても失敗するんだからねこんな次元爆弾みたいな手段がありえようがそう嘆きながら緒方はまだ考え込んでいたこの粘り強さには私もほとほと感心させられたが私はふとミネルヴァで見た平川の軽薄な顔つきを思い浮かべているうち 妙に腹立たしくなって叫んだ。尾形君は生前の平川を知らないんだろうもろんだよ見たのは死骸が初めてさあいつは自殺なんかするものか刑務所に入れられたってぬけぬけと生きていたいやつだ尾形は急に目を光らして私を見ていたがそうかありがとう だけどさユ子姫だって犯人じゃなかろうそうかありがとうゆきこの方は僕があって知っている文学的表現をすれば文字どおりの歌人だよそして不意に立ち上がるとまた落どのように帰っていった私はこのあとどうにも寝つかれないのに転々しながらいつも不可解な謎と戦っている緒方の神経が羨ましく それに比べると私はただもうもやもやと割り切れない気持ちを扱いかねて一日をぐずらぐずら過ごしてしまいそのうち窓にひとしきりしぐれして黒く濡れた日暮れの街に工場のサイレンが鳴り渡ったまたのけどきのラッシュアワーが来てやがて闇とネオンの都会の辻じ,じに人間の動物性が複雑回帰を繰り返すのかと思えばいよいよやりきれない苛立ちを覚え 私は奥の手のアルコールに逃げ込もうと帽子に手をかけた。この時電話のベルに呼ばれて受話器を取ると、向こうから聞こえてくるのは昨夜と打って変わったお方の明るい声だった。初シングルだね。すぐ出てきたまえ。かかるよいこそ天に逆引きを取るべきだよ。私は無性に嬉しくなって ＯＫ と答えた。 彼のこの軽い口調こそ正しく事件の糸口をつかんだ印に違いなかったから三、3. バーミネルバ西銀座の並木通りに窓のよろいどから漏れる光が雨の歩道の上へ美しいし模様を描いて ここだけ静かなほの暗い入り口の扉にミネルヴァと横文字を並べ薄肉彫りのミミズクが1はいかにも象徴的に止まっているこのミミズク先生のまん丸い2つの目玉には夜光塗料が青白く夕闇に従ってその輝きを増してくるただこれだけの飾り気なさが馴染みの客にはチカチカする交際謎より一層確かな目印なのだった 若い女主人は自分を女神気取りにミス・ミネルヴァと名乗って淡い色気を漂わせ他には156の制服のボーイが2人白い帽子を斜めに器用なサービスをするこのあっさりした扱い方がよく23軒飲み回った後の気分を落ち着かせるのに至極頃合いな安息所と言えるだろうだが今日はまだ酔いの口なのでこんな時刻にしぐれの客があるわけもなく ミス・ミネルバもまだご出勤にならないところを押し込みの形で占拠した尾形の指令に従い難しい役目を引き受けてきたようなものの一人かけた椅子の座り具合も収まらずやけにハイボールを引っ掛けながらさてと私は考えてみた平川民生は婚礼の5日前にここのミス・ミネルバと深夜の怪しいホテルで数時間を過ごしたという。 2人組を乗せて行った自動車の運転手が新聞の写真を見て知らせに来たのだから絶対に間違いないのだと緒方は自信がりげにうなずいていたそれでも私には半信半疑なのであるあの平川に野心のあったことはわかるとしてしかしミス・ミネルヴァにそんな気配は感じられもしなかった無論これだけの店を張っているなら恋の取引はまた格別で その点、ジムはジムム、はは浮浮気気、女の体操はナイロンのように洗濯が効くと割り切った近代型に相違あるまいが嫌いな相手のプロポーズなどルージュをいがめて横を向くミス・ミネルヴァだと私はどうでも信用していたそもそも彼女の口癖は「私はミミズクを寵愛する」というのではなかったかそしてミミズクとはギリシャの昔からインテリを意味することに変わりはあるまい それが靴やなんかに踏み込まれるなんて、正直なところ私は少しがっかりなのだ。おまけに尾形からは、なるべくなら警棒の姫ごとまでも、と真顔で頼まれたのには大いに腐った。こんな次第で私はややウイスキーを飲みすぎたのか、やがて毛皮に包まれた女神が現れた時には、うわあと、 規制を発するさくらんぶりだったまあえらい景気ねこんな時間から相手は私の顔を覗いていたがたちまち面白からぬ心境を見抜いたらしくうん、うん、失恋でもしたのああ大当たりまさに人間失格の状態でね犬になろうかって視野半ばさ 賛成私も女神を廃業しようかしらつまんないんだものね今夜は飲もうとことんまで飲んじまおうよ私の乱れていたのがかえってよかったのだろう初手からこんな調子に滑り出しいよいよ差し向かいで奥の部屋に陣取った店とはガラス越しに仕切った銅板石で密談するにはもってこいの場所である ミス・ミネルヴァは酒瓶を卓上に持ち出して私の手を待たずぐんぐん干していく強い私も注がれるたびにギアマンの杯を開けたこうして半時もしないうちに私は言いつけられた役目と酒の酔いがこんぐらがり何やら本気で彼女を口説きに来たかのようなときめきを覚えて見ればミス・ミネルヴァも頬杖をつきながらねえ つまんないわねと繰り返している。私はいささかやけ気味になっていいでした。何をくよくよ皮ばたやのぎだ。え、我々ミミズク島から見ればあんなものパトロンにしておく価値なしさ。ミスミネルバはひょいと顔を上げ不思議そうに私を見た。パトロンってれのこと？ 靴製造人さだいぶ新聞に騒がれてご愁傷様。私の言葉が終わらないうちに突然女のまなじりに電光が走りのしかかるように詰め寄った誰にえ誰に聞いたその勢いはネクタイを締め上げるかと思うばかりでしばしは返す文句も出ず慌てていたがそこはやはり本心確かに 尾形から教えられた通りに受け止めたまあまあ許してくれ北条だって別に悪気でしゃべったんではなし北条さんがあんたあの人とそんなに心安いの前からここで顔なじみじゃないか顔なじみくらいでそんなことしゃべるなんて酒飲み同士は初対面から親友さ 脇のバーで一緒の時つい意気投合しちまったはずみだよほんの酒の魚代わりに何しろ時の話題だからね私は相手に圧倒されながらそれだけに受け身の嘘がうまく出た弾丸は急所に命中したらしい途端に怒りの女神はがっくりとテーブルにうなだれてそうなの 北条さんがね、私のことを面白半分酒の魚にフフッミス見なればもかたはないなあとは白い歯の中にかみしめてこれはどうにも手のつけようがなかったしばらく苦しい沈黙が続いているとふと上げた女の顔は心配したよりもさらりとした表情に変わっていた ねえ、小説の種あげようかおぉ、ありがたいな。おとぎ話よ。そのつもりで聞いてね。心得だ。何を言い出す考えなのか、私はおとなしい聞き手に回った。昔々、世界中が戦争を始める前のこと、ある城下町の小学校で、 男の子と女の子子が同じ机に並んでたの。男の子の男お父さんはご家老様の家柄で女の子のお父さんは足軽だったその頃は封建思想の盛んな時代だから女の子はお家柄の子の隣に腰掛けるのさえ悪いと思うぐらい見上げていたのよでも男の子の親は遠い国を征伐に行って留守だったし寂しそうにしていたし それで2人はみんなにからかわれるほど仲が良かったおうおう。うそれから急に飛んで世界戦争のあと3年も経ったある冬の日にぎやかな大都会の橋の上で2人は偶然出会ったのよその時家老の子はしょんぼりした学生服で女の子は毛皮の街灯を着ていたわ なるほどね。きっと女の子は男の子の身分を考えて戦地になったろう。そう言ったっていいことよ。誰だって子供の頃を思い出す時はあるんだもの。そうだとも。で二人は昔懐かしさに近くの喫茶店へ入ってコーヒーを飲む。と思ったら大間違い。 小遣い戦に不自由していた男の子は女の子の払いでお茶を飲む気になれなかったのよ戦争に現れてもやっぱり過労の子だったわそれで女の子まで足軽のような気分になって立ち話のまま別れてしまったの都会小説の挿絵みたいな場面だねそれからまた半年飛んで夏のこと 男の子は見違えるような明るい背広姿で女の子の店に現れた社長とかいう気まぐれ息子を紹介されたのはありがた迷惑だったけどでもその後は月に何度か顔が見られたのよただ冗談めかして世間話を笑いながら「早く女の子の方から口火を切ればよかったのになじれったいよ」そうして つい1週間ばかり前の夜男の子は女の子を物陰に呼んで気難しいような顔つきで言い出したのよ今夜社長が付き合ってほしいと頼んだのがお願いできるあなたも一緒なのいや君と二人きりで会いたいんだろうあなたはその意味分かってるんですか 社長はああ見えて、実はまだ恋の手ほどきも知らないんだ。君を見込んでお願いする。と、こう思いもかけない話になっちまったのよ。そいつはひどすぎる喧かに飲んだ女の子は、素直にウィーと答えたわ。それがあなたのご希望なら承知いたしましょう。 こんな商売している私ですもの、今さら口先だけのきれいごとは申しません。仕事は仕事で引き受けます。だけど私の希望も入れてほしいわ。私はあなたと浮気がしたいのよ。私がお役を果たしたら、その次はあなたが私の相手をしてくれますか この条件をきっと守ってくださるなら。偉い偉かったぞところがどう女の子には義務だけをして、男の子はそれきり責任を取ろうとしなかったのよ。急に事件が起こったからだろう違うわ。約束の日は事件より前だったんですもの。それに男の子が本気なら、 女の子の噂を喋ったりして笑いものにはしないでしょねえもう悟った方がいい自分だと思うない男の子はあんなお上手を言っといて社長は達者すぎるほど達者なけだものだったのよみんな話は初めから嘘。いつもその手で次々と女をだましてたんだわ そんなこと、平気で笑ったら済んじまうのだけど男の子のやり方はまるで世間とそっくりじゃない女の子の心のふるさとが泣いてるわ4追うものと追われるもの私の酔いは常に乗れた 元はのに咲いて今は銀座のレンガ地に打ちしおれた昇進の花とそれを踏みにじって得意げな現代青年層の軽装な靴音と私は柄にもなく外観の腕組みをして顔をそらしたいつ入ってきたのかガラス戸の仕切り越しに緒方三郎の立ち姿が静かに合図の手を振っているミス・ミネルヴァも気がついて お知り合いああ、ここで会うことにしておいたんだがちょっと内緒の相談があってねだったら失礼だけど私2階で少し休ませてもらおうかしらそれがいいよこんな時は全てを忘れてお化粧すると鏡の向こうから明るい顔が笑いですってさじゃあごゆっくりね。 去りしなに軽い表情を見せてミス・ミネルヴァは奥に消えた私は具合よく大型を招き入れなるべく平静を崩すまいと努力しながら今聞いたばかりの話を報告したそして最後に私は北条秀夫を非難せずにはいられなかった先般の息子もひどく落ちぶれやがったもんだないやいや苦しかったんだよ おや妙に同情するんだねそう聞こえたんなら取り消すよこの際犯人に同情するのもどうかと思うから北条が犯人不意を食らって私は彼を見た緒方の顔色には冷たい自信と緊張とがあった北条はもうすぐここに現れるだろう 今日刑事を会社へやってさりげなく尋ねさせてみた平川社長は結婚式の5日前に非常に遅く帰宅したそうだがどこで何をしていたのかと彼は知らないと答えてるしかし彼の心は大動揺したに違いないミス・ミネルバから今の話を聞き出されては困るのだだから必ず口止めをしに来るだろう 我々は獲物の通り道に罠をかけた漁師なんだミネルヴァの話それがどんな証拠になるのかしら毒殺の可能性を裏付ける証言というわけなんだが可能性それで大丈夫なのかいこれだけ巧妙に計画された犯罪では犯人に自白させる以外に手がないだろうよ誰が あんな卑怯者が自白するもんかするかしないか僕はもう一つ美しい証拠を持っている急に尾形は手で制した私も切迫した感じに吊り込まれて入り口を眺めそこに一人の青年を見たいつもながら単然たる装いの機械技師北条英夫なのだったが その身に鎮痛な疲労を隠しようもなくこれを言ってみるならもみ捨てられた真っ白い髪をして引き伸ばしているかのごとくである彼は一あたり店を見回して片隅に席を取ろうとした時ガラス戸越しに緒方を認め瞬間愕く然と立ちすくんだ身のこなしは私の目にもよく分かったやがて彼の頬と唇にかすかな笑いの影が漂うのを見て 私は危ないと思わずにはいられなかったこれが彼の最後の度胸にもせよである彼は犯罪科学者緒方三郎との対決の座に立たされているのだおそらく彼の微笑は消え去らねばなるまい私にはそれが皆不快の念とは別に甚だ痛々しいものに感じられてきた 北条秀夫が緒方三郎の前の椅子にかけてから次のような会話が取り交わされていく警察では平川由紀子を降臨しようとしているのですが私はそれより先に平川民夫が自殺する動機の有無を調査すべきだと思うのです協力してくれませんか無論私にできる限りはありがとう 秘書だった君の証言は極めて大切ですそれについて何か思い当たるところはありませんか急に会社の重荷を負わされて神経衰弱気味でしたそれはどの程度だったんでしょう落ち着きがなくすぐ物に焼きやすくなったりして飽きっぽいのは学生時代からでしたねいつも相手の女を変えていたのだとか そんな噂もありました今年の春から夏にかけても X 子 Y 子 Z 子などと関係していましたねええそれが夏からアドになると遊んだ女の名が警察の調査でも一向に出てこないなかったんですそらまたなぜでしょう結婚が近づいたんで身を慎んだのです 私もそうすることを勧めましたほかに理由はありませんか思い当たりませんが君は重大な事実を隠している何ですそれは X 子 Y 子 Z 子と薫に従って平川は満足な成功をせず変態行為をするようになったそうではないか Z5 なぞその不満を君に訴えたと申し立てているええそれなら聞きましたしかし私としては社長の名誉を考えてことは自殺か他殺かの岐路ですよ平川が不能者だったということは重大な事実だと思う彼は結婚の夜自分の不能を悲観して発作的に自殺したこういう見方は成立しないだろうか あり得ると思います君は社長の不能を知りそれが自殺の原因だと承知しながらことさらに沈黙を守っていたさっきも言った通り社長の名誉を思ったからです君はユキコに恨みがあって嫌疑のかかるのを面白がっていたのだ違います絶対にそんなことはありません 黙っていていすみませんでした。では社長が不能者だった事実を証言してくれますねええ証言いたしますここで緒方は相手にタバコを勧め自身も火をつけてからしばらく沈黙を続けまた質問を始める時には丁寧な言葉付きに変えるのだったさて北條君 女遊びが過ぎたり神経衰弱になったりして不能に陥った男があるとしたら一体どうするものでしょうねきっとどんな手段を尽くしても効能の強い再起薬を求めたがるんではないだろうかそして平川もとうとうそれを手に入れたんですよだってミス・ミネルヴァと遊んだ時には達者すぎるほど完全な行為ができたんだそうですからね 病気が治ったんでしょう。おや、君ほど頭のいい人がそんな矛盾したことを言っては困りますね。病気が治ったんなら、自殺するわけがないでしょうに。また病気が治らずとも、いい薬が手に入ったら、これまた悲観する必要はありますまい。どうすると、どうやら自殺と考えるのは変ですね。 そう思いませんろいろと面倒で私なんかに分かりませんどうしてどうして君だからこそわかるんです時限爆弾のような毒薬の使用法がこんな方法があるんですよ例えばある男が結婚を前にして自分の不能を嘆いている時彼に強力な再起薬を与え 他のの女と交渉させてやるのです。男はその薬の力を全く信用するでしょう。そこで結婚の夜、同じ形に作り上げた毒薬を一粒だけそっと渡せばいいのです。男は誰にも秘密に、しかも確実に、就寝直前を選んで飲みますよ。 これが処女妻の謎を解く鍵でした随分奇妙なことを考え出したものですねそして北条君、これができる人は君だけだったのです伺いましょう私に社長を殺すどんな動機があったのです見せてくださいどこにどんな証拠があるんです 5. 美しき証拠事ここに至って北条も追い詰められた者の反発を示しどこからでも撃ってこいという姿勢になった私はハラハラして眺めている尾形ともあろう者が相手をこんな利攻めに追い込んだのではどうして自白なぞする気になるものかこれはかえって 捨て身になった北条のいたけだかな構えの方に分がありそうにさえ感じられる緒方はそれをそっと外すように言い出した北條君僕はただ一つの推理を組み立ててみただけですよ証拠呼ばわりをしているのでもなくこれから話そうと思うことだってその通りですよ僕は一階の科学者にすぎません警察官でもなければ まして君に自白を強要するようなバカ者ではないつもりですただ今まで見たり聞いたりした事柄から僕は自分の頭の中に北条秀夫という人物の精神を描いているよかったらそれを話してみたいと思うのですがこう柔らかく出た尾形に北条秀夫は冷戦と答えたどうぞご自由に。 ありがとうでは始めさせてもらいます僕の想像している北条秀夫は運命の子だった父なく家なき彼は冷たい世間の風を避けるために自分自身の心を熱い殻の中に閉じ込めていったのですそしてどんな荒い波にもまれようとも閉じ込められた殻は少しの表情も見せはしなかった 偶然学友になった平川民代から学校のノートを引き受ける条件で庭の隅の植木小屋を与えられた時もそうだった朝夕の犬の散歩を頼まれた時もそうだった世間がどんなに噂をさえずろうと彼は服従したのでもなければ家来になったのでもない彼はただ無抵抗なだけだったこの彼に またも運命の日が来たのです彼の心に大きな回転を与えた日それは忘れることもできない去年の六月五日の朝でしたその日は平川民代の誕生日で名家の客を招いて祝おうという騒ぎになり彼は食卓を飾る花を買ってくるように命じられたそして彼が花屋の扉を開けた時 とたんに中から出ようとするお嬢さんと顔を合わせたその美しいお嬢さんは胸にいっぱいフリージアを抱いていて彼は呆然と戸口に立ったまま花を抱いた人の後ろ姿に見とれているとそのお嬢さんも街角を曲がりしなに彼の方へ振り返った彼もフリージアを買って家に帰れば招かれた客の中にそのお嬢さんがいて 紹介された名は藤原由紀子です。この運命の風は恋風だった今僕はそれを立証してみましょうさあこの本をご覧なさいそう言って緒方は一冊の幼少を卓上に置いたその刹那に私は見た北条の身を震わして心の動揺が走るのを。 尾形は静かに本を開いて指さしているそこには色あせて形ばかりのフリージアが挟んであった僕が話した花屋の場面は幸子さんから聞いてきたままです1年以上も前のことをあの人は昨日のように覚えていた偶然町であった人に対してこれをまた何という鮮明な記憶ではありませんか 思うにその日のことは幸子さんにも心の押し花だったのでしょうそれから君の部屋にあったアーニスト・ダウスン詩集「押し花」がしおりになっているページは有名なシナラの歌「おシナラよ我は我とし一筋に君に誠を尽くしけり君の愛称かですね 僕はこの押し花とこの歌を「美しき証拠」と呼んでみたいのですすでに北條は目を閉じていた私は「観念の目を閉じる」という言葉をそっくり見せられているような気がした「北條君僕の想像する人物は恋に準じるためなら平川の従者になることさえいとわなかった」 殻の中に閉じこもることを学んだ彼はその敬福すべき国旗心で決して感情を表さなかったしかし彼も人間であるいやいや普通人より優れた教養もあり情操も豊かなればこそユキコの婚約者平川に向けられる心の経過は深刻だったと言えるのです初めは冷たい現実に従って むしろ平川をユキコにふさわしい社会人に仕立てようと努力したしかしそのどしがたい優等ぶりを見るにつけ心は暗くなるばかりであったろうやがて平川の不能を知らされた時には一種興奮に似た怒りをさえ覚えたその不潔な肉体を神聖なユキコに対する冒とくとさえ感じたそして最後に 平川が再契約の実験として幼なじみのミス・ミネルバを強要するに至りついに殺意は恐るべき攻防を発したのだ僕は思う彼は確かに幸子へ誠実を捧げただがそのやり方は信濃の歌の句のとおりあまりにも自己流に過ぎはしなかったろうかと僕は思う 彼が忍ぶに示しぶにた国旗心それをなぜ倫理にまで使用してくれなかったのかと僕は思う今こそ彼の反省すべき時ではないだろうかと世間から隔離した場所で数年間静かに自分の心の位置を確かめてみるべきではあるまいかと 尾形は不意に立ち上がって帽子を取り刺繍と押し花とを北條の目の前に残したまま私を促して外へ出たしぐれはいつかやんで風と変わった街路の上を一つの影の足跡が私たちの跡をつけてくる私はそれを木枯らしだと思った